イサバル県はグアテマラの県。先住民のガリフナ族が沿岸部に居住する。北でベリーズと、東でホンジュラスと、南でサカッパ県と、西でアルタベラパス県と、北でペテン県と、それぞれ接する。北東にはホンジュラス湾を望む。国内最大の湖であるイサバル湖を取り囲むように位置する。湖からホンジュラス湾に注ぐドゥルセ川のほとりには、 グアテマラの国定史跡であるスペイン植民地期のサンフェリペトリデが立つ。湖南岸のイサバルの町は、リビングストーンやプエルトバリオスに、港湾設備が築かれる19世紀まで、カリブ海に望むグアテマラの玄関口であった。かつては、ケントでもあったが、今は交通も貧弱な、ひなびた村である。県内の講師には、ケントであるプエルトバリオスのほか、サントトマスデカスティージャ、 リビングストン、自由貿易港のソリックが挙げられる。マヤ文明の遺跡、キリグアも県内にある。夏季の星からなる。エルエストルシリビングストン市、ロスアマテス市、モラーレスシプエルトバリオス市。ありがとうございます。